さあ今日は KOF オールスターやっていきましょう。今回はちゃんこ飯を使いましょう。どこがちゃんこ飯やんって俺言ってて意味不明になったわ。ちゃんこ飯女体かとか言ってね、何を考えてるんだこいつらはってね。とりあえずロリーを出しておけば、女を出しておけば売れるんでしょみたいな考えなんかな。まあ確かに当てたけど、当てたけどさクソ、しかもむっちゃ強いっていうね。これ引き逃げしたらもう相手は死ぬっていう、なんじゃそりゃって。引き逃げふんふんふんだったかな、そんな感じのことをすれば相手は死ぬっていう。いや何を言ってるかわからんだろうけど、いやわかると思う。ふんふんってしたら相手が気絶するんだよ勝手に。そして終わる。コア効果かな、どこにあるんだろう、どこだ。あ、しかも消費したらスキルリセットあるのか、知らなかったな。あ、あった。気絶無効化、アクティブスキルの最後の一撃命中時に 40% 確実で敵が2秒気絶。へえ。とんでもないよね、これ。まあ、やってみたらわかるんだよ、すごく。何色だったっけ？青か。何でもいいか。青じゃない、黄色か。黄色、紫に、紫いたか。紫いないから、もう矢代でいいわ。すべてが矢代でいい。しかもね、これ、ストライカー効果で、あ、見せてくれない。ブックない。基本情報か。コアじゃない。絆バフで。スキル来るため1秒減は持ってるんだよね。素晴らしいじゃないか。ほんと強い。なんだこれは。しかもこんな顔作れるんだったら、ナコルを修正しろよ、いい加減によ。おい、ネットマーブルふざけんなよ。そういう風に口を悪くして言ってしまう。もうこれで相手ピヨ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 。あ、ピヨピヨしない、ピヨピヨしない。ピヨピヨ、あ、した、ピヨピヨ、ピヨ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 。これだけでいいね。ふふん。この、いや。しかも叩きつけるって、ね。なんだこの強さ。なんじゃこりゃ。すごいよな。とりあえず、ロリでエロくて作っときゃいいんでしょみたいな感じのキャラクターを作ってやがった。そんなことよりナコルをどうにかしろよ。本当にキレてる俺ずっと。いやナコルを直さん限り潰れてしまえってぐらい思ってるから、それくらい大嫌いなんだよ本当に。じゃあやるなって感じだね。なんだこれ、なんだこれ。あ、捕まった。でも防御型だから痛く、いや痛いわ。消費1個で打たせてくれよ。いや強すぎて本当に敵と持ち出ても勝てるって、どこで何をしても勝てるって。困ったもんだよこれ。ほんと。例えばこんなんでも勝てるんじゃないかな。咳が止まらない。これで SP を打とう。じゃじゃーんって、じゃじゃーんとか言ってるけど、こんな可愛い子作るしなかったらナコルをどうにかしろ。ピヨピヨしてるわ。痛い。
じゃあちょっと、ボコボコにする。ピューピューしてるから回避もしない。早すぎた。しかもあの後起きるんだな。ピューピューしてたのか。いやひどいなこれ。強すぎだろ。しかも中パンツ見える。パンツじゃないけど、なんかパンツみたいなものが見える。で、ここからまた起こす、グリグリする、叩きつける、ピヨピヨする、はい、起こすっていう、この強さ。なんだこれ。いや、本当に何なんだこの強さは。これは、ちょっと課金してでも、当てないといけない。でもな課金したくないんだよ。あ、この後多分確か、あとちょっとでバネッサが出てくるはずだけど、バネッサは欲しかったんだけど、あ、シュンシュンシュン。バネッサ欲しかったんだけど、ちょっと課金はしないよ。いや、だって。バネッサに課金するほどの価値がない、このゲームに今ね。価値が出るとすればプラクティスモードかな。プラクティスモードを作ってくれるとそれでまだ価値は出るかもしれない、俺の中で。でも今のこの現状価値はない。何もやることないし、スタミナいっぱい増やしてくれたおかげでイベントはサクサク終わったけど、それでもやる価値がない。いや、せっかく面白いゲームなのに、あのナコルをクソみたいなクソブスにしたせいで、本当にこのゲームやる価値ないんで、1周年記念とか言ってるけど、おめでとうとか言ってるけど、それでも本当にナコルさえ直せなければダメだというね、そんな気持ちですよ。あれ、何をした？あ、そうだ、確か復刻ガチャのあれいっぱい持ってる。何個持ってるんだこれ。1個か3個持ってるわ。引いてなかった。いいとこ。そしてね、このゲーム当たらないんでどうでもいいんです。あ、でもこれ当たった。この前のギースが当たった。正月ギース、クソ弱いけど正月ギース当たって、あとはクリスマスウィリが当たったかな。結構だからどうでもいいやつは当たるんで、でも持ってるやつでしょここ。ああ、はい。名前誰だったっけ？名前誰だった？こいつ強いんだよ、こいつ。98の時強いんだよ、こいつ。名前忘れた。あ、危ないよ。そうだ、そうだ。こんな名前だった。ラッキークローバー以外は強いんですわ。あ、またなんか当たる予感がする。たとえ持ってないキャラを当てたとしても、俺はこのゲームに価値はないと言い続ける。ナコルルを修正しない限り、ナコルルを修正したら俺はこのゲームは神だって言おう。ナコルルを倒す、それだけで本当に変わる。あれ、これ俺持ってないじゃなかったっけ。いや、でもここにおるってことは持ってるのか。長えよ、言わせねえよ、長えよ、見せねえよ。これどっちだ。あ、クリスマスなんか。もう90なんだけど。しかも、今回クビになってしまったんだけど。ヤシロのせいで。ヤシロが入ったせいで、クビになってしまったんだよ、この子。かわいそうに。いや、オロチをどけようか。オロチをどけたらいいんだ。オロチみたいなね、壊れた子はいなくていいんだ。おっと。なんだ、急に当たり出すぞ。当たったところでな。持ってないの誰だ。千鶴のあれ持ってないわ。お花見千鶴。どの辺がお花見なんだろうっていう。いや、今更俺にこびても何もないぞ。ふふーんだった。
えないと、もういいって。むっちゃ当たるな、おかしいぐらい当たるな。でもいらないんですよ。あ、無料ガチャやってなかった。もう普段見てないかな、こんな感じ。無料ガチャっぽい、無料ガチャっぽい。たまに、お、金色だってなるんだな。その辺かな。じゃあこの後スタミナ、スタミナ多いからな。イベントバトルのまたこれをしとけばいいのかな。その前に交換いっぱいできるけど、あ、なんかできそうだけど全部持ってるからな。いいや、後でまたここで自動でやっとこう。じゃあこの辺でちゃんこ飯は強いですよ、どこがちゃんこ飯やねんって言いながらね終わろうかなと思います。ではおつー。